ひょっとして告白とかするつもりでって？お、起きてたのかよ。ギリティエンヌ、なんで戻ってきたんだよ。たっくんに会いに。やっぱあんたの頭じゃないとさ。嘘つけ。本当だよ。またどっか行っちゃうのかよ。一緒に行く。全部捨てて私と行く。なんか今日は優しいじゃん。たっくんはまだ子供だから。どこ行ってたんだよ。急にいなくなってさ。煙に覆われたこの街にいると外の世界があることを忘れてしまう。すごいことなんてない。当たり前のことしか起こらない世界に僕は慣れていく。一生かけてゆっくりと死んでいくような毎日だけど、春子はここにいる。だから外にも世界があることを僕は忘れない。